欅坂46、こちら有楽町星空放送局。こんばんは、欅坂46、長濱ねるです。この番組は欅坂46のメンバーが時にエモく、時にエキセントリックにお送りする20分番組です。今日のお相手は私長濱ねると、そして津田まなかです。よろしくお願いします。お願いします。緊張してる？あまり？なんかねるの声が耳すごい聞こえて、なんか照れる。短い時間ですが、どうぞ最後までお付き合いください。欅坂46、こちら有楽町星空放送局。この番組は欅坂46初のゲームアプリ、欅の奇跡がお送りします。さて、今夜はこの企画をお送りします。ピピピポピピピーこれはこのちょっと切ない番組エンディングテーマを BGM にリスナーさんから送っていただいたちょっぴりへこんじゃった実体験を紹介していくコーナーです。早速紹介していきましょう。はい、お願いします。はい、千葉県15歳ウーパーさんからいただきました。今日本を買いに行ったのですが、図書カードがあることを忘れて普通に現金で払ってしまいました。結構ショックです。ある？そういうこと。あーでもなんか、うん、あの京子が誕生日にスタバのカードをくれた時があって、それを持ってんのに現金に払ったことが私もある。悔しいよね。斉藤京子ね。あ、斉藤京子。そうなんだ。なんかさ、クオカードってわかる？うん、うん、でなんかクオカードをもらったことがあって、うん、でそれがサイマジョのフロントメンバーだから、平手、今泉、小林、渡辺梨香、うん、もんちゃんか、鈴本、うん。で、その5人のクオカードでコンビニで買い物したことがあって、それで。え、あ、そう、え、それが映ってる？そうそうそう。あ、そうなんだ。でも、もったいないから使おうと思って、うん。で、使ってもらえるから使おうと思ったんだけど、うん、普通に行っちゃったから、うん、なんか、欅坂ってめっちゃ書いてるしね、うん。で、すごい言われちゃって、あ、長濱さんですか？うん、すいません。ケーキ使ってますので。恥ずかしい。そう、そういうこともあったりしました。では続いて、茨城県イオポンさんからいただきました。一人で映画を見たのですが、注文を間違えてポップコーンを2個買ってしまいました。映画中は食べるのに必死でした。買う？ポップコーン？うん。買うよ。行く？結構。映画館。行くかな？誘われたら行くかな？一人じゃ行かないかも。嘘？逆一人でしか行かない。結構怖い一人。あ、そうね。なんか、苦手なんだよね。あ、なんか、入って、入った時明るいのに、うん、出てきたら外が暗くなってるって、なんか、すごい苦手で。初めてそう。だから一人じゃ行けない。うん。では、続いて。はい。君の名は、タンタンタンさんです。はい。コートのほこりをエチケットブラシで取ろうと、ザーザーと擦ったら、擦る向きを間違えて、ほこりだらけになりました。おーん。あの、テープじゃないやつ？エチケットブラシって何だろう？私わかる。なんか、布みたいのがついてて。うんうん、なんか向きがあるんだ。そう。毛並みじゃない方にあると、その、取ったやつがつくの。あ、それをやっちゃったってことか。やっちゃったってこと。あら、結構そういうのする？まめに。私、テープ派か。でもさ、全然話違うかもけど、うん、けどさ、まなかさ、自分で服とか切るよね。切ってさ、長さとかさ、ここ切ったみたいな。そう。好きな服のデザインを、うん、自分の、こう、好きなサイズ感に、まなかって結構するなと思って。どういうのやった？シャツとか？シャツ。なんか、でかいシャツ。うん、着方わかんなくて。竹切った。おしゃんだわ。では続いて、山形県ルチャドラゴンズさんからいただきました。お気に入りの白い T シャツを着たままドライカレーを作ってしまい、気づいたら T シャツはカレーまみれに。すぐ洗濯しましたが、シミになってしまいました。ちなみにドライカレーは美味しかったです。いやー結構取れないよね、そういうのって。そうだよね。私でももう
絶対取る。意地で？意地で。え、取れんくない？え、もう絶対取る。どうやって？もう絶対取んの、本当に。本当に。いや、どうやって取るの？もし取れなかったら。え、擦るとか。ひたすら擦る。いやーずっとこうやって。本当に取れる？絶対取る。取る取る取れる。そうなんだ。絶対取るの。え、これってさ、ちょっとショックなコーナーだよね。ちょっとショック。私もなんかだんだん趣旨わかんない、ね。ちょっとショックなコーナーか。ちょっとショック。確かに、ちょっとショックですね。まあ、ね、確かに、確かに、うん。では続いて、はなかお願いします。北海道ペンネーム、アラリンさんからです、うん。カップ麺にお湯を注ぎ、3分待ち。さあ、鍋。蓋を開けようと思ったらなかなか蓋が開かなくて、思いっきり蓋を開けたら中身がバーンと外に出てしまい大惨事に、とってもショックでした。ショックだね。カップ麺だって食べようとしてたのが、やだ、食べれなくなるってめっちゃショック。ショック、うん、ある？こういうこと、食べ物こうしたことある？食べる前に、 ある、あるよね。ある、結構結構あるよね、結構あるよね。いや、めっちゃあるよね。なんかみんなで拭いてんの結構想像する。いや、なんか、最近もあった気がする。いや、なんかさ、なんかこぼすよね。まなかといるとき、もうすっごいやらかすんだよ。すっごいやらかす。なんかさ、その前さ、まなかと一緒にさ、洋服屋さんに行ってさ、覚えてる？まなかの真後ろをずっとついて行ってたんだけど、うん、真ん中はちゃんと足元見て歩いてるから、障害物をこう、またげんの、うん。足も長いしね。しかも私は、真ん中の真後ろついていってるはずなのに、めっちゃつまずいて転んで。なんか、私が通った、またげたやつがネルがまたげなかった。あったそれ。ね、うん。やらかすんだよね。ある。つまずくよね、めっちゃ。真ん中といるとき、なんかね、いつも突っ込まれてるイメージ。懐かしいそれ。懐かしいわ。そういうのあるね、うん、楽しいね、楽しいの、うん、楽しい、うんうん、では続いて、生駒市吉川ジェイミーさんからいただきました。先日大学入試があったのですが、あまりの緊張で身だしなみを確認せずに行き、会場に着いた時に自分のズボンのお尻のところに穴が開いていることに気づきました。その穴が気になって全然集中できなかったのですが、途中で吹っ切れることができて、お、無事に大学合格することができました。おめでとう。おめでとう。ズボンのお尻のところに穴が開いてること、あるよね。ない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 。ないよ。え、でも、唯一あるのは、うん、共和国、欅共和国のライブの時の、最初のさ、衣装がズボンだったじゃん。うん、私とネルだよ、だけだったよね。なんか、座った力、しゃがむシーンの時に、もう私、もう、お尻どころじゃなくて、もう全部破けて。で、私はリハだったからよかったんですけど、ネルは、本番で、破けて、いなくなったよね、途中で。なんか、旗を持って更新するふりだったんだけど、うん、更新しながら吐けてった。そのままこう、更新、何食わない。うまって思った、吐け。そう、誰にもバレずにね、うん。衣装がね。衣装が結構、ね。結構、上等な生地だから、うん、こう。硬いんだよね。そうなんだよね。うん、1分2分の間にさ、また出なきゃいけないとかだから、うん、一生懸命さ、うん、安全ピンで止めてさ。うん、止めてね。あれは焦りますわ。ね、こんな感じで、引き続き、あなたのちょっぴりへこんじゃった実体験を送ってください。宛先はまなちゃんお願いします。けやき、アットマーク、オールナイトニッポン .com。けやき、アットマーク、オールナイトニッポン .com までお願いします。メールの件名には、リコーダーのやつと書いてもらえると助かります。以上、ピッピッピッポピッピッピーでした。けやき坂46のユニット、青空とマリーで、ここにない足跡。聞いていただいたのは、欅坂46青空とマリーでここにない足跡でした。欅坂46、こちら有楽町星空放送局。
ついに欅坂46初のゲームアプリ欅の奇跡がリリースされました。欅の奇跡はパズルをクリアしながら私たちが今までに歩んできた奇跡をたどるドキュメンタリーライブパズルゲームです。皆さん欅の奇跡ホームページからぜひダウンロードしてくださいね。最新情報は公式 SNS をチェックしてください。欅坂46、こちら有楽町星空放送局。せーの、クイズ欅ヒストリー。私たちにとって初のゲームアプリ欅の奇跡とコラボしたこちらのコーナー、欅坂46がこれまでに経験したことをクイズで出題していきます。メンバーの記憶力を試すとともに私たちのヒストリーも分かってもらえればと思います。今日の回答者は志田真奈香さんです。記憶力に自信ありますか？あります。お、ではではでは行きましょう。クイズケーキヒストリー。2015年11月に行われた欅坂46を結成して初めてのイベント、お見立て会。このイベント内で志田真奈香が披露した特技はバレーボールだったのですが、特技を披露した結果、会場は爆笑に包まれました。さて、特技を披露したのに笑いが起こった理由とはなぜだったでしょうか？それでは、こちほシンキングタイムスタート。もうわかった？全然わかるよ。早い。では答えをどうぞ。バレーボールのボールが後ろに行っちゃった。お、正解でーす。正解は、上に向けてトスを上げたところ、ボールが後ろ側パネルを飛び越えてステージ奥へ消えていったからでした。うん。バレーボール歴は？ 5 年。おう。え？中学校？3年と高2か。高2に入るまで。ずっとバレー部だったんだ。うん、でも遊びみたいな感じだった。バレーボールを小脇に抱えてるのに、そのボールを使わず何もしないってパターンもあったらしい。多分それなんか最初の動画、動画紹介、そう、それでそうだった気がする、うん、バレーも何もしなかった、なんか家の中だったからできなかった、てかなんかその動画撮ってんの親にバレたくなくて、あ、なんか一人でこっそり撮ってたんだ、そうそうそう、なんか携帯立てて、うん、なんか嫌じゃん、確かにね、だから自己紹介の喋るやつとかも超小声で喋って、そう、そうだったんだ、そうだからもう披露もしなかった、なるほどね、うん、そういうことね、うん、今日のクイズにまつわるシーンはゲームアプリ欅の奇跡にも登場するので、皆さんぜひプレイしてみてください。以上、クイズ欅ヒストリーでした。欅坂46初のゲームアプリ欅の奇跡が好評配信中です。欅の奇跡はパズルをクリアしながら私たちが今までに歩んできた奇跡をたどるドキュメンタリーライブパズルゲームです。プレイヤーの皆さんは新人マネージャーとして共に成長し、私たちを一番近くで支えてください。真奈香の推しメンは誰ですか？斉藤京子。あ、京子、うん、面白いよね。面白い。結構さ、最近もずっと一緒に、ずっと一緒に面白い、電話とかしてるでしょ。してる。なんか楽屋とかも、うんうん、なんか時間差で入ってきた時は、うん、隣空いてるよって LINE して来させる。そう、かわいいわ。そう、皆さん、欅の奇跡をホームページからぜひダウンロードしてください。最新情報は公式 SNS をチェックしてください。欅坂46、こちら有楽町星空放送局。ねえねる、何もなか、この世に存在しないけどありそうなチーズの種類の名前考えてみて。パサリコッタチーズ。せーの、欅坂46、こちら有楽町星空放送局。ありそう。欅坂46、こちら有楽町星空放送局。この番組は欅坂46初のゲームアプリ欅の奇跡がお送りしました。エンディング。 FM93 AM1242
日本放送をキーステーションに秋田放送、ラジオ福島、新潟放送、そして山形放送でお聞きの皆さんにお送りしてきたこちほし、そろそろお別れのお時間です。20分間の付き合いありがとうございました。欅坂46からのお知らせです。私たちの5枚目シングル風に吹かれてもがリリースされています。その他詳しい情報は公式サイトをチェックしてください。続いてこちほしからもお知らせです。こちほしのオリジナルオフショットが全国のコンビニで販売中です。詳しくは番組ホームページをご覧ください。ここまでのお相手は欅坂46長濱ねると、そして志田真中でした。では真中から最後の一言をお願いします。カレーの汚れは力ずくで落ちます。必ず必ず